亀戸日照映画劇場はかつて存在した日本の映画館である。正確な年代は不明だが1910年代の大正年間には東京府南葛飾郡亀戸町に電気館として開館、後に亀戸電気館と称した。1930年前後に道庁内に開館した亀戸昭和館と共に工業参加に入ったが、 第二次世界大戦末期の東京大空襲で全勝、閉館した。戦後は1951年7月、亀戸劇場として復興、1964年にはたって替えられて、亀戸日活劇場、亀戸スカラザとして改めて開館した。1981年にはいずれも閉館した。正確な年代は不明だが、1910年代には、 東京府南葛飾郡亀戸町三丁目168番地に電気館として開館、後に亀戸電気館と称した。大正年館を通じて亀戸駅近辺には同館のほか同町六丁目、大島町三丁目164番地、砂町八重門麻井島る517番地にそれぞれ電気館という映画館があり、それぞれ同館同様にこの橋電気館、 大島電気館、砂町電気館と称した。当時の同館の工業系統は、東和キネマで、昭和に入るとそれに、松竹キネマが加わり、1929年には、松竹キネマのみの上映館になった。観客定員数は351名、経営は、大和田進三郎あるいは山和国総基地であるとされ、後に、会社組織化し、亀井戸電気館合資会社となった。 1930年前後の時期、同じ亀戸町3丁目の13県道路沿いに亀戸昭和館が開館している。同館を経営したのが、当時小松川町大和雑誌も平井975番地に平井館を経営していた工業の栄基地であった。同じ頃に亀戸電機館も工業の傘下に入り、1930年代には亀戸地区館と 解消、1940年代に入るとさらに、亀戸映画劇場に解消している。亀戸近辺は、1932年10月1日、南葛飾軍全域が東京市に編入され、上東区になっている。栄吉は、1940年代までに、平井館及び道二館のほか、豊島区に池袋日照映画館、江戸川区に小松川電機館、 小岩小竹館、上東区に、三考館、品川区に、五反田劇場、神奈川県横浜市中区に、中島常設館、千葉県市川市に、市川映画館と、同館を含めて10館の映画館を経営していた。1942年には、第二次世界大戦による戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された。 社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が、紅系、白系の2系統に組み入れられるが、同年発行の映画年間昭和17年版によれば、亀井戸昭和館が紅系2番館、亀井戸映画劇場が紅系4番館である。当時の亀井戸昭和館は、支配人が峰村正信、観客定員数が432名であり、 亀井戸映画劇場は支配人が田中金次郎、観客定員数が489名であった。対戦末期の1945年3月10日、東京大空襲で同地区は壊滅、同二館も全焼、閉館、さら地になった。他地区に関しても栄吉はほとんどの映画館を繊細で失っている。後地元凶。 1947年3月15日、上東区は深川区と合併して、江東区となった。亀戸地区は空襲の爪痕が深く、ぐ地図にある、同年の航空写真によれば、道二館の跡地は、さらちのままである。道二館を経営した、工業がまず復興に取り組んだのは、1946年10月開館の日照映画劇場。 1947年7月開館の五反田劇場、1949年12月開館の八幡映画劇場、そして小岩映画劇場も1950年には復興、開館している。亀戸昭和館の跡地に亀戸劇場として映画館が復興し、開業したのは1951年7月であった。同館の開館時は、 最古平太郎の個人経営、支配人は最古純一、木造2階建てで観客定員数300名、工業系統は小畜、東映、日活の方が婚営館であった。その後、1960年前後には小畜、大映の婚営館になった。1964年にはもともと工業のものであった同地に、 同社が、鉄筋コンクリート作り2階建ての建物を、新築、1階に、日活の風切り館亀井堂日活劇場、2階に、新たに、小築洋画系の風切り館亀井戸スカラ座を、開館した。当時の SY チェーンには、小築セントラル、新宿ピカデリー、渋谷小築映画劇場、浅草ロキシー映画劇場、新宿昭和館、テアトル渋谷、池袋スバルザ、 五反田劇場、川崎銀星座等が加盟していた。日活は経営困難のため1969年の撮影所、売却、1971年には堀久作が退陣、同年11月にはロマンポルノの制作、配給に踏み切るが、この前後の時期に工業は亀井戸日活劇場を亀井戸日照映画劇場と解消。 日活や東映のアクション映画の日本立、見元立工業を行った。亀戸スカラザは、開館以来、一貫して、洋画上映館であった。1981年には、両館いずれも閉館した。閉館後は、旗セントラルスポーツクラブ亀戸になったが、その後2003年3月末で閉館し、2004年9月末に、 春鮮食品館カズン亀メ店が開業するとともに、カズン本社も同地に置かれ、現在に至る。ありがとうございます。